スタンリー・キューブリックに関する新着情報が2点ほどありましたので、別の SNS では告知を入れたんですけど、前回のバリー・リンドンの動画で入れようと思って失念していたものです。2001年うちの旅が今年の大トリですね。12月31日土曜日大晦日の上映ということで、上映されるのは先月11月だったかな。一度2001年うちの旅を流した神奈川県にありますチネチッタさんで、大晦日の18時から20時45分の1回限り、こんな時間にね劇場で拝めるっていうのは、まあ最高の大晦日を迎えられるんじゃないかなと思って、私は個人的にちょっと格闘技が昔から大好きなんで、大晦日といえばちょっと格闘技を見なきゃいけないんですけど。で、ちなみに元日ですね、2023年の1月1日元旦はですね、 NHK の BS8K 放送局の方で2001年うちの旅が、これは19時から21時30分の回として流れるそうですね。この 8K 本当素晴らしい映像なんで、まあ 8K テレビないと見れないんだけど、今年も元日に放送してくれるそうです。もう一つは映画シャイニングにまつわることで、これもねもう情報出回ってますが、ドイツのスタンリー・キューブリックをたくさん書籍を出してくれるタッシェンさんがシャイニングの極厚なメイキング本を発売してくれるそうです。これはですね、まあ、世界的に、まあ、有名というか、トイ・ストーリー3の監督でリー・アンクリッチさんっていう、まあ、ピクサーに関わる監督の方がいらっしゃるんですけど、まあ、世界的にもね平たく言えばシャイニングのめちゃくちゃマニアな方で、 J.W. リンツラーという方と一緒に筆筆をした、またまた限定1000部のね、めちゃくちゃボリューム満載のシャイニング本を発売してくれるそうです。これ発売されるのが2023年の2月の10日ということで、これ中身はですね、主に3冊分かれているプラスアルファなんかあるみたいなんですけど、制作当時のプロダクションノートの記録であったりとか、コンセプトアートの類、あとキャストさんとか撮影スタッフが所有している個人的なコレクションだとか、インタビューだとか、そしてなんといってもですね、最近 SNS でめちゃくちゃ飛び交ってるんですけど、見たことのないシャイニングのメイキング画像もふんだんに載ってるそうですね。まあいわゆる蔵出し画像というものです。かなりね最近 SNS でなんかシャイニングの見たことないメイキング画像が流れてくるなーって気になっていたんですけど、どうやらそのタッシェンさんから発売される本にそのあたりを一挙に載せちゃうらしいですね。そのメイキング画像、いろんな細かいねディティールとかがその辺映り込んでいたら結構楽しみですね。ボリューム感としてはですね、 36.5cm×42.4cm というふうに表記がありまして、このサイズがどれを指してるか分かりませんが、重さが 19.9kg、 まあ約 20kg ですね。本のボリュームは2198ページだそうです。まあ、なんといっても以前紹介しましたけど、2001年うちの旅の巨大なねボックスですよ。まあ、これを発売したタッシェンさんが出されるそのドイツの出版社さんなんですけど、2023年の初っ端の目玉商品としてのシャイニング本、なかなか期待ができると思います。気になるお値段は1500ドルというふうにありましたんで、まあ、毎回ねリミテッドエディションとしてめちゃくちゃ高い金額でタッシェンさん発売されるんですよ、こういう巨大な本をですね。だからシャイニングもいよいよめちゃくちゃでかい豪華本を出すということなんでしょうけど、タッシェンさんありがたいことに毎回ね廉価版も出すんで、これが1万円弱8000円ぐらいで手に入ればいいかなっていうところですよね。まあ、今まで大ボリュームで出したのがスタンリー・キューブリック・アーカイブスっていうめちゃくちゃいい本ですね。これもね、3種類ぐらいサイズ感があるんですけど、徐々にね廉価版で安くなっている。でその後はなんといってもナポレオンの本ですよね。これも巨大な、何十万のする価格のやつから何千円で手に入るもの、そしてこの2001年の豪華本に関しても、まあ、数十万したものから数千円で買えるものまで。なのでシャイニングもねいずれねちょっと安い廉価版で届くと思うんで、まあ、限定1000部で買えなかった方はね、その廉価版をね待ちたいなと思いますけど、もうタッシェンジャパンさんあるじゃないですか、翻訳本出してもらえませんかね。翻訳本ナポレオンもそうだし、キューブリックアーカイブスもそうだし、この2001年もシャイニングも一気に出してくんないかな。それこそ限定本でいいんだけどね、ちょっと高くても日本のキューブリック好きいると思うんで、タッシェンさんそれまし検討してほしいな。今回そんな軽い情報ですけど、そんなところですかね。はい、アバターもまだ公開されてますんで、まあお正月はアバターを楽しみましょう。今回以上でございます。ありがとうございました。